はい、ガレージ裏山40メートルターゲットに来てます。今日試乗するのは AGM のエアコキモスバーグ M500。 マガジンはこういう、普通のスプリングタイプで、この中に16発か17発ぐらい入ってるけど、全部打ち切れないので多分使えるのは15発ぐらい。40メートルターゲットを 0.28 弾で打ってみます。これは後付けで20ミリレールを上に乗せてスコープを乗せてます。ヒット、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 ヒット。ヒット、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 弾切れ。今何発打てたかな。でこれ外すと、一発打てないのが落ちてきた。0.28 弾でホップを最、あ、これ可変ホップ、ホップを最大にして、的より的1個分上がるぐらいだから、的の下を狙って当ててました。だから多分50メーターぐらいは水平に飛んでるはずですね。 0.28 弾で相当性能がいいです。ノーマルだとサイトが何もないので、これはまあレールつけてスコープ乗せるといいと思います。スナイパーライフルとして使えます。ではガレージに戻ります。今週の落札品の紹介です。マルシンの 8mm のガスガン M1 カービン、セミオートでブローバックしない古いタイプのです。これは、木製ストックなんかないか、そうか、これとか、まあ、こんな SS9000 なんかと同じ仕上がりのストックなのですが、実はこれは、木製風に塗装した木製ストックです。本物の木製ストックをいつもの樹脂を塗装するやり方で木スト風に塗ってあります。これ触った時に何だろう、樹脂製とは違うその木の温かさがありますね。うん、樹脂製はやっぱ触ると冷たいので、はい、そんなわけで木ストです。で 8mm で 0.34g っていう弾で打ってみたところ、弾が軽くて上に上がっちゃいました。地面を狙ってぐっと沈み込んでから上がって、50メーターぐらいは飛んでます。僕はちょっと8ミリの重さがどんな種類があるのかわかんないんですけど、これより重い球じゃないと水平には飛ばないです。でこのホップが調整できるのかどうかはわからないです。重い球を探してください。あとは、まあここちょっとガス漏れしてたのでシールテープを巻い
って今止まってるけれど、まあ、古いガスガンなのでガス漏れは、あるので、まあ、そこは何かしら対処してください。古いガスガン絶対ガス漏れするものなので、次はこれ、あ、スコープは取っちゃいますけど、これ自前のなので、今山で試し打ちしてきた AGM のエアコキモスバーグ M500 の、ショートタイプです。これはですね、コロナの前ぐらいだと思うんですけど、千葉の模型パドックさんに行って、10本ぐらいまとめて買ってきたものをいじった、ラス1です。これは何をやったのかはちょっと覚えてないんですけど、とりあえず、ノーマルだと中がシリコンオイルでびっちゃびちゃになってるので全く使えません。バラして全部調整しないと使えないです。ちなみにこれ、新品定価が3000円しないぐらい、2000円いくらで、中きっちりやると相当良くなります。相当というか、箱出し VSR よりも飛ぶようになっちゃいます。で、外装はいつもの金属塗装、ここのあれ、これ金属だったっけかな、金属、あ、これは元から金属なんだけど、金属塗装していい感じになってます。グリップ、レピーターハンドルはマットブラックで、スペックが良くなってるので 20mm レールつけてあるので、スコープつけて狙撃してください。これは米沢の古い疑似ブローバックガスガン、トリガーを引くとガスが充填されてスライドが前進します。で、もう一回トリガーを引くと弾が出ます。で、バネの力でスライドが後ろに下がる。だから、スライド下がってるのがノーマルの状態で、ガスが入ってるとガス圧でスライドが前進してると。で、ガスが入ってればこのようにブローバックして連射ができます。ノンホップなので飛距離はないです。山なりで 15m、20m ぐらい、89年米沢メイドインジャパンで、ここにどでかいセーフティーのスライドレバーがついてます。で、スライドはアルカディアマシン&ツールハードボーラーなのですが、グリップにコルトのメダリオンがついてて、ちょっと半端な感じ。外装はフレームの合わせ目を処理して金属塗装。まあ米沢なのであまりリアルではないし、まあレアっちゃレア、骨董品です。そしてこちらは定番のエアコキガバメント強化カスタムなのですが、これは、宮川の親父さんが製作した可変ホップのフルカスタムをベースに GTF スプリングと、あと金属塗装など、まあ、宮川さんと GTF のコラボカスタムとなっております。一応親父さんの公認はもらっています。これもともと入っていた純正スプリングと、あの追加のスプリングで、この2本よりもうちの入ってる方がちょっと上がってるので、この状態、宮川さんの状態で69ぐらいのところ、今70ちょいまでは上がってます。あとは、これは生ゴムとのハイブリッドの予備パッキンと、これは、ホップ調整用の六角レンチがついています。そして、宮川 GTF コラボカスタムの最大の特徴は、可変ホップなので 0.2g 弾が打てるということです。うちの固定ホップの場合は 0.28 仕様で作っちゃってるので、軽い球は上がっちゃって使えません。これは 0.2g から 0.28 まで、調整して使うことができます。なので室内で使う人なんかはいいかもしれません。はい、
宮川フルカスタムの GTF 仕様でした。そしてこちらは電動の M9A1 なんですが、いつもの10金のではなく、これは18金の重たい方で、このシリーズはうちは内部の強化はしません。やめました。やってもやっても壊れるのでキリがないのです。これは中がちょっと複雑すぎて耐久性あまりないので、うちはこれ強化はしないです。これ内部ノーマルで、まあ、40メーターぐらいは飛ぶし、サバゲで十分使える銃です。そして今回これには100連マガジンが3本とレール付きのスライドなど、純正オプションがいっぱいついてます。で、外装は金属塗装で、かっこよくなってます。そんなとこかな。あ、じゃあ試し撃ちしてみるか。あ、いや、これはまあノーマルなので別にいいよね。普通でした。これもまあ、今 0.2 仕様になってるので、まあ一応4メーター的を撃ってみるか。これ4メーター的当たるかどうかわかんないけど、まあじゃあとりあえずやってみようか。マルシンの M1 カービンを撃ってみます。これはセミアウトでブローバックしないタイプなので、ボルト引いて、あ、1回ごとにこれボルト引かないと撃てません。ヒット、ヒット、ヒット、ヒット。まあ、まっすぐは飛びます。で、弾の重さは合ってないので重い弾探してください。よいしょ、 AGM の M500、 これ取っちゃいます。弾は弾入ってないや。じゃあ2号弾これです。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15発、15発入って打ち切れないのが一発あるので、相談数14発です。ヒット、ヒット、ヒット、ヒット。まあ、サイトがなくても 4m だったら当たるかな。米沢のハードボーラー、一応マガジンキャッチは生きてます。で、引っこ抜くとこういう割り箸タイプ、これを下にロックさせてから側を引くとスライドが前進して弾が装填されます。ヒット、4メーターでも、上行ったり下行ったり曲がったり、めっちゃ精度は悪いです。
4メーターでも当たらない。次はエアコキーガバメント。あ、これ宮川さんのフルカスタムはマガジンの前側に段々確認窓がついてます。ヒット。これはあれだな、リアサイトが削ってないノーマルのままなので、サイトで見た着弾点はちょっと変わるから、それはまあ自分で調整してください。でホップはちょっとスライドを引くと、あの穴の位置が合うので、それでレンチで回してください。今 0.2g で 40m 水平に飛ぶようになってますが、ホップの調整で25段でも28段でも 40m 水平に飛びます。28段で 40m 水平に飛ぶからといって、0.2g で50飛ぶわけではありません。まあ自分で、ロングレンジのシューティングレンジで調整してみてください。これはまあ普通なので、今バッテリーがないので試し撃ちはしませんが、まあこのまま送ります。それでは、落札ありがとうございました。ワンバンぶちかます心の中に。